皆さん、こんにちは。週刊手帳実の著者、雲野隆史です、えー。今日の雑感はですね、あのー、ちょっとついさっきまで、あの、学習会というか勉強会をしてたんですけども、ちょっとそんな時にふと思いついたので、あの、動画を撮っていますというところなんですけども、テーマはですね、あの、月の目標と月の計画っていう、ちょっとそんなお話をします。 で、あのー、まあ、こういったからには、多少なりとも、こう、あのー、切り分けというか、あのー、区別をした方がいいんじゃないかなというところでお話をするんですけども、あのー、まあ、目標っていうと、とかく、こう、あのー、大それたことというか、あのー、まあ、で、できるのかできないのかっていうふうに、あのー、わ、まあ、からなくても、まあ、立てることを自身に、 意義があったりとか、意味があったりとかって、するのかもしれないんですけども。あの、まあ、うーん、そういう意味で言うと、そこのところね、あの、否定し,しようとかっていう話ではなくて、あのあ、あること自身に意味とか意義があると思うんで、あの、そこのと,ところはいいと思うんですけども。ただ、うん、それが月の計画とかってなると、ちょっとまた話が違うというふうに思っていて、で、えー、 まあそ,こそこのところはね、今度、この確実にできるかどうかみたいな、そういうその計画っていうのをちゃんと立てないといけないのかなというふうに思うわけなので、何が違うのって話をすると、目標の方は、どちらかというと方向性みたいなもので、言うなれば、リーダーシップ、 的なもの要はほ、方向だけが分かれば、えどう要は進む,進む方向が分かればいいと思うんですけど。ただえ、計画ってなると、どちらかというと、その時間的なものえ、マネジメントみたいなものになると思うんで、あの、確実に、その成功させるとか、達成するにはどうしたらいいかみたいなえ、そこのところをなんか考えないといけないのかなというふうに思うっていうところで、あの、ちょっとその、 目標と計画っていうところを分けた方がいいのではないであろうかというふうに思ったわけなんですね。なので、まあ、その、ちょっと、うん7つの習慣っていうか、フランクリンプランナー的に考える話なのかもしれないんですけども、ちゃんとその、方向性みたいのを決めるリーダーシップみたいなものが目標で、 で、えー、マネジメントみたいなものの実際のその計画とか、あの行動する、あの、実、実動みたいなものを考えるのがマネジメントじゃないかなという区別をした方が、えー、なんかちょっとわかりやすいというか、あの、うん、だから、えっ、ー、と、評価するときも、あの、まあ、目標がその、 合ってるか合ってないか。いや、そうすると多分できた、できないみたいな話で、い,い本来よくて。で、あの、計画っていう、そのマネジメントの話をすると <laughs>、もう、ちゃんとそのできたがっていうところに行かないといけない。要はもう、まあ、うんどよどはよ、どういうふうにとっても結果を求めなきゃいけなくて、まあ、それがそのできたっていう方にきちんと持っていけないとまずいのかなという、まあ、そんな風には思いましたというところで、あの、 目標と計画というものを、まあ、少しうん分けて考えた方がいいんじゃなかろうかなという、そんなお話でした。ということで、何かの参考になればいいかなというふうに思いましたえ。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。